おはようございます。 YouTube 講演家の鴨頭義人です。本日の放送は9月28日火曜日、鴨頭義人講演会 in 名古屋。講演会を大成功させるのが私の鴨さんへの感謝の形ですという、一人でも多くの人に鴨さんの思いが届きますように、鴨頭義人講演会 in 名古屋主催菩薩ちゃんの提供でお送りします。菩薩ちゃん大好きです。名古屋暴れようと思っておりますので、ぜひぜひたくさんの人に来てほしいと思います。ちゃんとね、感染症対策バッチリで行う予定になっておりますので、ご安心くださいませ。それからですね、お知らせがあります。話し方の学校の入学体験講座があります。9月25日土曜日11時と、10月2日土曜日11時東京で話し方の学校入学体験講座あります。こちら会場受講とズーム受講の、2つから選べますので、来れる方は、生鴨頭を見に来れられない方はズームでぜひぜひご参加ください。今日はですね、昨日僕お金についてボイシーで喋ったんですけど、そちらまだ聞いてない方は聞いてもらえれば嬉しいんですけど、シンプルに言うと昨日はお金はありったけ使えと、貯金なんかいらねえんだみたいな感じのトーンで喋ったんですけど、それを全否定する回になります。貯金は貯金は悪だまでは僕言ってないんですけどね。でもお金は昨日の主張で一番大事なとこだけ抜き出していますね。お金は使った時だけ人を幸せにしている、ここが一番のコアメッセージ。これはね、変わらないです。ここは一切否定しないです。一貫しております。例えば僕がコンビニエンスストアで、お水を一つ買って100円払うと、その100円の中からコンビニエンスストアの店員さんのアルバイト料が入ったり、経営者のもとに役員報酬が入ったり、ペットボトルのボトルを作ってる会社の方のお給料になったり、ペットボトルを運んだ配送会社のトラックドライバーの方のお給料になったりっていうふうに、ラベルを作ってる会社の、社員さんのお給料になったり、経営者の役員報酬になったりっていうふうになっていて、そのお金がそれぞれのご家庭でお子さんの教育費になったり、ご飯になったり、お家の家賃になったりしてるわけですよね。っていうことは、お金は使わなかったら、例えば僕の銀行口座に例えば100万円あったとします。それずっと貯めといたら、この100万円って誰をどうやって幸せにしてます？銀行員さんのお給料にほんのちょっとなってる可能性はありますが、今ほぼゼロ金利って言われてるわけですよ。ということは、もちろん銀行員さんの一部の役には立っているが、それ以上の人に幸せって渡ってないんですよ。という意味で、お金は使いなさいは変わらないです。ただ昨日の放送を聞いて、そうか、有金全部使おう、預金通帳をゼロにしようっていう人がもし現れたらかわいそうなので、フォローするためだけの回でございます。で、これ僕は本当はね、この今日の放送を喋る権利がない男とも言えます。これから僕が言うことはですね、僕が実践していることじゃなくて、一般的にこれがいいよという意見を言います。一般的に、しかもお金のメンタルブロックがゼロの人は無視していただいていいです。貯金通帳ゼロだけど全然自由楽しいですけどっていう人がごくごくまれにいるんですよ。ごくごくめったにないですよ。ただいるの知ってるんですよ、僕。あきこさん、あの人そうなんですよ。あの人ね、ほんと貯金通帳ゼロでも全然ねビクビクしない、ちょっと変わった方なんですよ。で、一応僕は本当はちょっと気にします。お金のメンタルブロックあるんですよ。あるが使うっていう風に、ちょっとね気合を入れてお金を使ったり、使う時は喜んで使おうと意識して、有意識で使えるように学んで変わった系でございます。そのような僕のように、やっぱりお金が全くなくなるとちょっと不安になるよという方向けの放送、分かっていただきました？定義、この定義がずれるとですね、お前昨日と言ってること全然逆じゃんけ。逆です。でもお金のメンタルブロックが全くない人は昨日のまんまで OK。 お金のメンタルブロックがある人、つまりお金がないと不安になると、毎日の生活の豊かさって減りません。それがやっぱり、不安がないように生きた方がいいんですよ。
というふうに考えたときに、ちょっと極端な例からいきますね。お金の貯金がいくら増えても不安な人ってお金を稼いでも不安なんですよ。これも不幸だと思うんです。だけどお金が全くメンタルブロックがなくなった人以外はやっぱり通帳ゼロでも不安になると思うんですよ。それも避けた方がいいんですよ。じゃあどれぐらい手元にお金があればいいかっていうのがわからない人におすすめな話をします。これね、個人の定義ないんですよ。実は個人の差があるからね。でも会社経営においてはいわゆる内部留保の法則っていうのがあって、まずこの会社の内部留保の法則を知った上でこれを個人に転用するのはそこそこ目安になるんじゃないですかって話です。例えば会社経営をしていて、いわゆる固定費と呼ばれるような毎月必ず出ていく費用ってあるじゃないですか。例えば会社経営をやっていて毎月1000万円使ってる会社があったとします。普通にただ営業しているだけで1000万費用がかかると1ヶ月にね。その場合3ヶ月から6ヶ月分の内部留保を持ちなさいっていうルールがあるんですよ、一般論として。もう本当に今言いながら心が苦しい。東京カモカシランドやってないからね。でも一般論ですよ、この話は。お前誰が言ってんだって、一般論を言ってます。一般論の口になってます、今カモカシランドの口は。鴨頭よしひとの個性がなくなった口になっておりますが、一応皆さんと役に立てるかと思って喋ってます。だから1000万毎月使っている費用として出ていく会社であれば最低3000万、安心を考えた時により安全が多いのは6000万は置いといて、それ以外全部回すっていうのが実は心理的な安全性と経済への貢献のバランスがいいかもしんない。これが結論です。さあ個人の話をしよう。まずは個人は自分で把握しなきゃならないです。最低限1ヶ月あなたは生活するのにいくら必要ですか。これね、みんな会社がそれぞれ違うように個人も違うわけですよ。例えば一人暮らしでつつましやかでに地方で暮らしている方はもしかしたら1ヶ月5万円で生きていける人もいるんですよ。実際不可能ではないです。そういうことを推奨されている方もいらっしゃいますからね。だけど例えば東京で港区で家族4人で立派なタワーマンションとかに住まれている方は1ヶ月100万円かもしれないですよね。もしかしたら、ちょっと100万円言い過ぎかもしれない。でもいますよね、そういう方ね。毎月100万円はないと今の生活がキープできないし、それが一番自分にとって心地いいと家族中が思っている場合だったら100万円かける3から6ですよ。この3から6のどこが居心地いいかも決めて自分で。でもこれが12ヶ月分あっても24ヶ月分あっても不安な人ってもうねだいぶやばいんですよ。その人は昨日の放送を聞いてください。お金は使ってる時に人を幸せにしてるんだから、あなたが使えば使うほどあなた以外をあなたが幸せにしてる、とっても素敵な人なのよということを自分に言い聞かせてあげてほしいんですよ。だけど全くカツカツだったら逆に不安になる人は今日の、会社の内部留保法則を個人内部留保法則で居心地のいいのは自分にとってどれぐらいか、1ヶ月の生活費が例えば20万は最低必要な方であれば 20×3 の60万でやってみるんですよ。その時に大丈夫、これぐらいだと不安がそんなにないなと思ったら60万以上のお金は持たなくていいです。使っていいんですよ。今日の自分の楽しいお食事だったりとか、例えば仲のいい人との旅旅行だったりして、お金というツールを活用して人生の思い出を増やした方がいいと思います。当たり前ですけど死んだらお金は誰も幸せにしないし、あなたのことも幸せにしないお金で消えてなくなるわけじゃないですか。子供にお金を残さない定義で僕は喋ってますけど、そう考えるとあなたの一生を豊かにするためのツール、道具としてお金があると考えた時には、あなたが心理的に不安にならない程度が手元に残っていれば、あとは全て使い切る、これぐらいがいわゆる一般ピープルの心地のいいお金の回し方なんじゃないかというのが今日の僕からの解説です。もう本当に今日の放送苦しい、
自分がやれてないことをもしかしたら不安になるかもしれない方のために優しい気持ちで喋りましたとさ。それでは今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように。せーの、いいねー。